この時期はどのお店もチョコ一色でワクワクしちゃうなぁ。私もそろそろ用意しないといけないんだけど、どんなチョコにしようかな。ギリチョコ、トモチョコ、あ、ちょっとだけ特別なチョコも用意しておかないと。社長さんと音無先輩、あとお姉ちゃんでしょ、それとプロデューサーさん。プロデューサーさん、お疲れ様です。いえ、チョコを渡す人を考えてて。あ、すみません、今のは忘れてください。すごいチョコを渡してみんなをびっくりさせようと思ってたのに。ありがとうございますプロデューサーさん。私もうっかりしないように気をつけ。あ、うっかりしてました。社長さんからお電話があって、ちょこっと事務所に来てほしいと伝言が。はい、いってらっしゃい。うっかりしないように気をつけなきゃ。よう君、突然だが、もういくつ寝ると何の日になるか君は知っているかね。正解です。乙女には欠かせない一大イベント、胸をときめかせ意中のあの人に。おとなし君がいつになく盛り上がっているように、今回はバレンタインに関連した企画だ。懇意にしている製菓会社からアイドル諸君とコラボイベントがしたいと連絡があってね。うん、アイドル諸君の手作りチョコレートをイベントの来場者に配りたいという企画なんだ。でもただ配るだけじゃないんですよ。その場で調理しているところも見てもらうんです。最初はチョコを配るだけだったのに、社長の提案でいつの間にか大きなイベントに。いや、何、クッキング大運動会が大好評だったのを思い出してね、ちょこっと口を出しただけだよ。応援しているアイドルのみんなからチョコレートをもらえるなんて夢のような企画ですよね。見てよし、食べてよし、そしてステージも楽しむ、五感をフル活用したダイナミックなイベントだ。この企画、君に進めてもらおうと考えているが、やってもらえるかな。頑張ってくださいね、プロデューサーさん。お疲れ様です、プロデューサーさん。もちろんバッチリですよ。お、未来ちゃんコンディション良さそうだね。これはあかねちゃんたちも負けてられないな。うんうん、そうだね。
ところで2人のチームは何作るか決まった？私たちのチームはチョコクッキーなんだ。昨日家でお菓子の作り方の本読んできたよ。だから今日は完璧だと思う。あとこれはおばあちゃんにもらったニンニク、元気が出るみたいだから隠し味に入れようと思って。にゃー、未来ちゃん、お菓子作りの本を参考画像だとしか思ってないタイプだ。プロデューサー、お客さんがお腹壊したりしないように頼むよ。This commu was a Patreon request. You can request event commus by supporting us on Patreon and choosing the $6 plan. And after your request gets posted, you're able to request another commu. Yatta! Patreon support is extremely important in order to help us affording these translations. So please consider supporting us, even if it's the $2 plan, which grants you the ability to vote on monthly polls related to story commus. Thank you.98か99か100か、はあ、目標達成。よし、次はもう100個追加して。さよこちゃん、何してるの？あ、未来ちゃん、あのね、チョコレートに気持ちを込めるイメージトレーニングだよ。イメトレ？さよこさん、チョコレートに気持ちを込めるの？私たちのチームは大量のチョコを作るから、本気で向き合うならスピード勝負になると思って。でも適当になんてしたくないから、全部のチョコに私たちの思いを込めたいなって。うわー、すごいね、さよこちゃん。私も自分のチョコに思い込めてみたい。アンナたちはたくさん作らないけど、イメトレ一緒にやりたい。さよこさん、やらせて。じゃあみんな行くよ。101個、102個、103個、104個。めぐみちゃん、アンナちゃん、よく見たかにゅ。未来ちゃんとさよこちゃんのチョコ作り、偵察ならアンナにお任せ。さよこさんたちはミニチョコをたくさん作ってたよ。すごい気迫だった。未来たちはチョコクッキーを作ってるよ。中に何が入ってるかわからないのもあったけど。ふむふむ、どっちも頑張ってるみたいだね。けど、あかねちゃんたちの敵ではないって感じかな。ハートのロコちゃん、お菓子作りのはるかちゃん、知識のゆりこちゃん、ハイホーのまつりちゃん。いやー、あかねちゃんチームに人材集まっちゃったよ。これもあかねちゃんの人徳かな。仕方ないにゃ。あれ、あかね、なんか落としたよ。巨大あかねちゃんチョコ設計図、これ作るんだ。うわ、中ボスくらいの大きさだね。でもこれお客さんに配るときはどうするのかな。あー、ちょっとホラーだね、それ。ところで、アンナちゃんチームは、何あの巨大なスポンジケーキは。え、巨大アカネちゃんチョコと方向性かぶってない。だから
あかねちゃん、こんなところでコソコソしてまた偵察してたの？偵察なんてするより自分の仕事を頑張った方が建設的だよ。さよこちゃん、さすがのあかねちゃんといえど出会い頭の正論パンチにはなすすべもないよ。お、もしかしてあかねさん、アンナたちのチームと作るものが被ってるかもって気にしてるの？聞く！そんなことないよ。あかねちゃんチームには優秀なメンバーが揃っているからね。それならあかねさんは仲間を信じてあげて。お互い頑張って最高に素敵なチョコを作ろうね。いいこと言ってる。あかねちゃん、正論パンチに殴られるのは本日2回目です。わー、みんなの作ったチョコどれもすっごく美味しそう。私全部食べてみたいです。そうだね、全部食べたくて目移りしちゃいそう。チョコレートってどうしてこんなに魅力的なのかな。そう、一つになんて決められないよね。甘いミルクチョコにビターなハイカカオチョコ、全部食べたいしアレンジも必要でしょ。だから私たちが作るのはアソートのチョコ。え、めぐみちゃん、それってちょっとずるくないかな。私はめぐみちゃんに賛成です。たくさん種類があった方が絶対楽しいもん。未来いいこと言うね。チョコもアイドルもいろんな子がいた方が楽しいって。愛情たっぷり込めて作るからみんなに受け取ってほしいな。
チョコ作り大変だったけど楽しかった。あ、プロデューサーさん、これ私が作ったチョコクッキーです。食べてください。チョコを食べてから少しの間気を失っていたんですよ。うー、ごめんなさい。プロデューサーさん大丈夫ですか？気持ち悪くないですか？本当ですか？それって私がチョコクッキーに入れたプロテインとニンニクのおかげかも。そういえばプロデューサー、さっきより腕に筋肉がついたような。いや、いくらなんでも効き目早すぎでしょ。未来のチョコ、やっぱり危険だったね。アンナのチョコも毒味してくれる？ついでに私のチョコも食べてみてよ。危険はないと思うけど、美味しくできたか知りたいし。あかねちゃんの背中、あかねちゃんの右手、あかねちゃんのキュートなのの字のお目目、どこでも好きな場所を選ん